チョコレートメーカーのロイズが手掛ける体験型の施設が明日石狩の当別町にオープンします。明日当別町にオープンするロイズカカオ&チョコレートタウン。去年完成した工場も稼働し、チョコレートを旅しようをテーマに、カカオの栽培からチョコレートができるまでの過程を見学することができます。またカカオ豆を栽培する農園作りから、すべてロイズが手掛けた8種類の新作チョコレートも発売されます。さらにオプションでこんな体験も。このコーナーでは世界で一つだけのチョコレートを作ることができます。では実際に体験していこうと思います。3種類のチョコレートから好きなものを選び、ナッツやドライフルーツなど自分好みの具材をトッピング。その後10分ほど冷やして固めると、クーリングが終わり、チョコレートが出てきました。世界に一つだけの具沢山チョコレートの完成です。ご家族でぜひご覧いただけますし、大人の方も皆様楽しんでいただけると思いますので、さまざまな方に楽しんでいただきたいです。工場見学やチョコレート作りなど、さまざまな体験ができるチョコレートのテーマパーク、ロイズカカオ&チョコレートタウンは当別町に明日オープンです。